こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。昨日同窓会に行ってきたんだけど、久しぶりにみんなに会えて楽しかったわ。連絡先も交換して、今度また飲みに行く約束もしちゃった。長年会っていない人間なんてどんなことやってるかわからないからな。霊夢もややこしいことに巻き込まれないように、付き合う人間は選んだ方がいいぞ。ちょっと心がすさみすぎじゃない？どうしたん？話聞くわよ。いやいや、今回紹介する事件は、そんな感じで旧友同士が再会したことが、きっかけとなってしまった事件なんだよ。久しぶりの再会がきっかけに？というわけで今回は、太宰府主婦暴行死事件について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。2019年10月20日の早朝のこと。福岡県太宰府市のインターネットカフェ駐車場で、市内に住んでいた当時36歳の主婦、T さんの遺体が発見されたんだぜ。ネカフェの駐車場で遺体発見。全身には無数の刺し傷や殴られたあざがあり、死因は外傷性のショックによるものだ。ある人物の通報により救急隊が現場に駆けつけた時には、もう手遅れだったそうだぜ。もう少し通報が早ければ、助かっていたかもしれないわね。通報した人は知り合いなのかしら？この119番通報をした人物こそ、T さんを長期間にわたって監禁し、張本人の山本美幸、当時41歳と岸翼、当時25歳の、ひどい暴行を繰り返した上に殺害した二人だぜ。一体この三人に何があったの？きっかけは T さんの兄、R さんが、山本のマインドコントロールにはまってしまい、そこから徐々に自身も洗脳されていってしまったことにあるんだ。洗脳されて以降、彼女は自由を奪われ、ひたすら金を貢ぎ続けるだけの、道具となってしまったんだぜ。マインドコントロールに洗脳。そんなことが本当に可能なの？まずは事件後の捜査から判明した情報をもとに、犯人である山本美幸と T さんの出会い、そして事件の経過をたどっていこう。本件が起こった14年前の2005年、後に本件の犯人となる山本美幸と、R さんとで再会したことが、凄惨な事件のきっかけとなったんだぜ。もともと二人は中学時代の知り合いで、後輩である R さんとの再会をきっかけに、よく一緒に飲みに行く仲になったそうだぜ。学生時代の知り合いとの再会なんてテンション上がっちゃうわよね。この頃、山本は妙に金回りが良く、飲み代はほぼおごっていたらしい。R さんもそれに釣られて、よく行動を共にするようになるんだぜ。事件当時は41歳だから、この時は20代半ばって感じよね。なんでそんなにお金があったのかしら。その秘密は後で詳しく話すとして、ある時から二人の関係は変化するんだ。R さんも自分の知人が山本に借金をすると、その連帯保証人として名前を貸すんだが、なんとその知人は借金を抱えたままどこかへと失踪してしまうんだぜ。なんか、周りにクズしかいなくない？で、保証人ってことは、代わりにお金を返さないといけないのよね。この取り立てというのがひどくて、元働いていた職場を、強制的に辞めさせられて、県外に出稼ぎにまで出されたそうだ。そうやって働いた給料のほとんどは山本の手に渡るようになり、その額は合計で数千万円にも上ったんだぜ。その逃げた友人っていうのは、そんなにお金を借りていたの？いや、これはことあるごとに理由をつけ、どんどん金額を増やしていった結果だぜ。暴力団の身内を使ったり、時には暴力をちらつかせ脅していたらしい。そうは言っても数千万円なんて、どう考えてもおかしい金額だけど、元はといえば借金は自分の知人のものだし、保証人を引き受けたのは自分自身。そういう部分では、ある種の責任を感じていたのかもしれないな。さらには洗脳を企て、操るために家族とも絶縁させるんだぜ。仕事も辞めさせて家族との縁も切らせて、完全に操り人形にしたということね。そして2010年頃になると、家族の前から失踪してしまう。次に山本が目をつけたのは、R さんの実の妹の T さんだ。兄をしゃぶり尽くした後は妹を。恐ろしいわ。当然、兄の作った借金を妹が返す義務なんてありはしないはずだが、昼夜を問わず脅しの電話をかけたり、暴力団の身内を使い脅迫を繰り返した。さらには T さんの夫が勤める会社の周辺を執拗にうろつくなどして、その精神を徹底的に追い詰めていったんだぜ。突然現れた謎の女に急に監視され、お金を狙われるなんて、頭がおかしくなってもしょうがないわね。2019年頃になると、山本と T さんの二人は頻繁に夜の繁華街に現れ、ホストクラブなどで飲み歩いている姿が見られるようになる。一晩に30から40万円も飲み代に使っていたと証言されてるぜ。え、二人でホストクラブ？急に仲良くなったの？いや、仲良くなったんじゃなくて洗脳が完了してしまったんだ。毎晩の高額な飲み代もすべて、T さんが稼いだ金だったそうだぜ。
夫も危険を感じて、付き合いをやめるように忠告するんだが、もはやその声が届くことはなく、自ら進んで夫と子供の元を去り、アパートで山本と共同生活を始めることになるんだ。そのアパートが、例の監禁とやらの舞台なのね。2019年9月頃から、福岡県太宰府にあるアパートで始まった共同生活。この生活には先ほどの二人に加えて当時、交際していた岸翼という、25歳のホストの男も一緒だった。え？当時41歳よね。かなり年の差カップルじゃない？金回りが良かったし、身内に暴力団がいることも自慢げに言いふらしていたらしいから、金と権力にでも目がくらんだんじゃないかな。まあ、ホストなんてこんなもんだろ。ひどい言い方、だけどあんまり否定もできない。こうして始まった監禁生活での暴力はあまりにも過酷なものだった。ライターで炙った割り箸を手に押し当てたり、マイクで思い切り頭を殴りつけたり、バターナイフで太ももを傷つけたり、これでも行われた暴力はほんの一部だが、二人はそれだけでも飽き足らず、Tさんの体そのものを作り変えようとまでしたんだ。体そのものを、作り変える？監禁生活の間に与えられた食事は、毎日決まって同じメニューばかり。それも大盛りのカップ焼きそばとパンを一袋、という偏ったもの。これを毎日食べさせられた結果、監禁生活の前と後では、全く違う人物に見えるほどにTさんの人相は変わってしまったんだぜ。ひどすぎる。人の尊厳を踏みにじる行為だわ。さらに二人はTさんの家族や、高校時代の恩師からも金を奪うことを計画。金を無心するときに、電話口で読み上げるためのマニュアルを作り、それを一言一句違わぬように読ませて、親族から400万円を騙し取らせた。事件後に押収されたそのマニュアルには、架空の事故内容や相手のプロフィール、電話口の相手に対応する返事の内容などがびっしり書き込まれていたそうだぜ。洗脳されていたとはいえ、自分の家族を騙してしまうなんて。そして事件発覚前日の10月19日、山本と岸の共通の知り合いであるホストの元に、写真付きの LINE が送られてきた。写真付きの LINE？ この女、倉庫に寝かせてるんだけど、起こしに行ったらすごいいびきで爆睡してて、何か、臭いと思ったら、うんこしておねしょしてるし、本人起こされるまで気づかずに寝てたという、バカ女、呆れた。というメッセージとともに、以前とは変わり果てた体型になり、両腕に無数の青あざを作った T さんの写真が添付されていたんだ。文章読んでるだけでも胸クソ悪いわね。バカ女は一体どっちなのかしらね。そして、この日の夜から翌20日の朝までの間に、外傷性のショックで死亡。車に遺体を乗せると、戦術のホストを加えた3人で遺体の処理について相談し、最終的に冒頭で説明した、ネットカフェの駐車場に車を走らせて119番通報をするんだ。実しようとしたってこと？いや、気づかないうちに T さんが息を引き取っていた。というシナリオにしようとしていたみたいだな。あれだけ暴行しておいて、しかも体型まで変えさせて、気づかないうちになんて言い訳、通るわけがないわよね。車内では直前まで、山本が暴力団の知人 Z に遺体の処理方法について電話で相談。Z からは、山に埋める、という案も出されていたようだがそれは拒否したそうだ。最後に残されていた、人間としての良心だったのかも。とはいえ遺体には全身暴行の跡があり、とても自然死とは思えない状態だった。結局そこから今説明したような、監禁と暴行の事実が明らかになって、山本と岸、そして知人 Z は、それぞれ死体遺棄や恐喝の容疑で、逮捕されることとなったんだぜ。ここで一旦、犯人である山本美雪の生い立ちや人物像について解説しよう。知人によれば山本の父親は暴力団関係者だったらしく、中学時代にはヤクザ、という言葉を頻繁に口にしていたそうだ。ということは中学時代から荒れた生活を送っていたのかしら。当時は友達もおらず、変な人、強がる。嘘ばっかりつく。ヤンキーであると自分を強く見せる、校舎の裏でタバコやシンナーを吸う。という傾向が見られたそうだぜ。その後の事件を予感させるような子供時代って感じね。卒業後は結婚して一時を出産したが、生後2ヶ月ですぐに育児放棄。その後子供は山本の母親が面倒を見たそうだぜ。ちなみにこの時の結婚相手がなかなかの大物でな。大物？有名人とか？この時の結婚相手、田中良二は、2021年に実施3人を殺害した、九州三次殺害事件の犯人だったんだ。元夫婦が2人揃って、こんな凶悪な事件の主犯になることは滅多にないことだと、当時の捜査関係者も驚きの声を上げているぜ。Z
令和とも呼ぶとはまさにこのこと。その後20代から賃金業を営み、福岡博多の中洲では有名だったようだ。賃金業といっても複数の人物の弱みにつけ込み、恐喝まがいで金銭を脅し取るような、ことを繰り返していたらしいけどな。20代の頃からすでに、T さんに行ったような恐喝行為を、やり始めていたってことなのね。当時山本が通っていたホストクラブのキャストの証言では、常にそばに訳ありの女性がいて、どうやらそういった女性から、何かと理由をつけて金を脅し取っていたみたいだな。訳ありの女性って例えば？例えば親に内緒で風俗で働いている女性だったり、ホストへの売りかけだとか借金で首が回らなくなっている女性だな。そういう女性に近づいては、暴力団をちらつかせるなどのお得意の手口で、日常的に金を巻き上げていたんだよ。なるほど。そんなことを繰り返して生活している中で R さんと再会して、本事件へと繋がっていくのね。もともと20代の頃から恐喝を繰り返し、あの手この手で金を搾取していた山本だが、それにしても T さんに行ったことは、悪魔の所業と言ってもいいほどに、常軌を逸したものだとは思わないか？洗脳と監禁もそうだけど、死ぬまで暴行を加えるなんてやばいわよね。お金を奪うだけでも最悪だけど、何も命まで奪わなくとも、と思うわ。これは犯行の動機としてまことしやかに囁かれていることなんだが、実は本事件の3年前に、山本と岸の二人は同様の手口で女性を一人殺害して、その保険金を搾取したとも言われているんだよ。え、T さんの前にすでに被害者が？その女性は知人のホストたちからは、親方、と言われていた。元は岸と交際関係にあったんだが、3年前のある日突然に急性心不全で、亡くなってしまったんだ。この女性は事件のやり口と同じく、アパートで共同生活を行っていた。じゃあ、山本と岸の二人が洗脳と監禁をして、暴行を加えて殺害した？これについては確証が得られていないが、当時を知る関係者の話によれば、亡くなる直前の T さんの容姿はその女性と似通っていたらしい。もしかしたら同じように食事をコントロールされていたのかもしれないな。じゃあ、その女性を殺害して保険金を得たことに味を占めて同じ計画を？遺体を遺棄するときに車に同乗していた知人のホストを覚えてるか？監禁と暴行に気づきながらも通報しなかったクソ野郎よね。実はこの知人ホストは、その車内での音声を携帯電話で録音していて、後の裁判では、その録音が事件の有力な証拠になるんだ。少しはホストも役に立つみたいね。この知人は車内で岸と山本が、まだ保険金をかけていなかったのに、と話していたのを聞いたらしい。このことからもともとは T さんのことも、保険金目当てで殺害するつもりだったのでは、そのように推測されているんだぜ。もし3年前に亡くなった女性が、本当に岸と山本の手によるものだったとしたら、本当に人の命を何とも思っていない奴らってことよね。3年前に亡くなった女性については、結局二人の仕業かどうか判明していない。これについては推測の域に過ぎないということを覚えておいてくれ。では最後に本件の裁判について、それぞれの被告に下された判決を見ていこう。まず、恐喝に協力していた暴力団の知人 Z は、恐喝未遂のみ有罪となり、懲役2年、執行猶予4年の判決となった。軽すぎない？死体遺棄については、電話をしていた時にすでに T さんは死亡していたこともあり、事件への関与が低いとされ、不起訴という判断になったんだぜ。一方、事件の主犯となった、山本には懲役22年の実刑判決、そして共犯の岸には、懲役15年の実刑判決が下されたぜ。人一人の人生を奪ったことの刑として、重いのか軽いのかわからないわね。裁判はどんな経過をたどったの？裁判はお互いが罪をなすりつけ合う、泥沼の様相を呈したぜ。お互いに相手が暴力を振るっていて、仕方なく協力したと主張するんだ。特に岸は山本のことを、人の皮をかぶった化け物、とまで言って非難したぞ。裁判になった途端に威勢がいいわね。どうせ大嘘でしょそんなの。全くその通りだな。この LINE のやり取りを見てくれ。生きとる？左の膝砕いた。やってみ、左膝だから叩きやすいよ。次は肘にしよう。何？この吐き気がする文章。これは事件当時、離れて暮らしていた。山本の実施と岸が行っていたライン上でのやり取りだぜ。暴行を加えた T さんの画像を添付して、その様子を笑い合っていたんだ。こいつも人の皮をかぶった化け物ね。というか息子もなんなのこれ。化け物からは化け物しか生まれないのね。裁判長は、二人が T さんの死に気づいた後も、罪を隠そうと口裏合わせしたことを強く非難。法廷で責任をなすりつけ合い、虚偽の弁明を繰り返したことについても、反省の態度が見受けられない、として前述の判決を下したんだ。これで二人の判決は確定したの？いや、
弁護側は判決に控訴することなく、これにて判決は確定した。岸は今も刑務所に収監されているが、山本はもしかして失所？いいや、2022年11月に服役中の刑務所内で死亡している。流行り病による集団感染で、去年43歳だったそうだぜ。最後は狭い檻の中で病死したのね。因果応報というところかしら。事件の内容もひどいんだが、同じくらい警察の対応もひどかったこの事件。やっぱり自分たちの身は自分たちで守らないといけないのかもしれないな。とりあえず、久しぶりに再会した昔の知人には気をつけることにするわ。特に、お金の貸し借りは NG ね。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後、このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。